そろそろその打ちばさばきを実行してもらう時が来ました。それが山中木村研究所です。別にね、額に666なんか書かへんから、それよりね、何のこと書いたこの前頭葉をしっかり使えてますかっていうか、それもね、ちょっとちゃんと言えてない。実はね、表示されてませんかってことやね。で、もちろんその、うちのね、肉体の遺伝子、この肉体を作った遺伝子、構成した、要するに、受精卵の時の遺伝子の中に、うちの父方母方のね、父方母方の遺伝情報やな。あるでしょ？遺伝子の中に DNA の中に。それが隆起した時に、エレクトした時に、そういう顔、そういう声になる。ね、オーディンの遺伝情報あるから、うちは、のぶとい声も出るよ。昔は、のぶとい声じゃなかったし、いつからやったかな？ 2013？ 2015 年かな？ 2015 年ぐらい？ 2014 年？あれ？ああ、忘れてた。2015年の3月ぐらいから急にのぶとい声が出て。それはどっちのぶとい声なんか、ようださんかって。あ、大学時代はその、コピーしてたから、大したコピーできなかったけどね。イギリスのジョー・コッカーとか、あとアメリカのディオン・ラッセルとか、あとまあ、メイプルスマンの。いろんな人たちと、つまんだら。何やったかな。あんまり黒人さんの声上手にできなかったの。だから、黒人を意識した白人のロックばっかりやってた。オールマン・ブラザーズとかね。で、要するにその、民謡を、それぞれの民族の民謡をどんなふうにして、その、ロック化していったか知りたかった。その研究のために入って。最初から言わへんね、そんなこと。あっちらって言ったけど、ああ、それ黙っとき。ある先輩に目配せというか、あ、やめろ、言うな。っていうふうに目配せされて。何番取れていいんだ、これはって言わんかって。で、それからなんか、もう、アメリカ音楽リスペクトみたいな、そういうノリでごまかしてきた。あの先輩、誰やったかな？思い出してもしゃあないな。迷惑かけるしな。で、結局、あ、思い出した。あ、かんわ、いろんなとこ。やっぱり、大がつく人ね。大がつく先輩かな、上の大がつく先輩。で、それはいいとして、小川淳会ちゃうの？先輩ちゃうからな。年上やけどな。その話、だから、やめさせろ言うなーやろ？な。あれ？もう、小川淳会って岐阜県出身のかな？どこなの？そんなにあるかもしれない。なんか、潜んでるかもしれない。そうそう。それにして。こっちだから話興味あるんやろうけど、うちぐっとこらえて続きを言うと、結局ね、その、遺伝情報っていうのが、その、配列をね、DNA 変えますよ。ね。だから DNA がそのままのね、配列順で、RNA 根回で、そんなんやれへんから。RNA に合わせて DNA も、配列順変えんの。電車の2両目と5両目変えましたみたいな。そのしょっちゅう DNA になってんの。その、同じ1本のね、DNA、1本か、同じ DNA でもね。だから、先祖、ぽくなったり、なんか急に違うと、ぽくなったりもするけど、でも、大して変わらんのが同じ DNA の場合。ところが、他の家の DNA は関係ないでしょ、この肉体の。この肉体を作った受精卵を構成してない遺伝子は関係ないんだけど、そんなもやってくるよ。特に、受精に失敗した排卵精子。これが自我になって、いつまでも本で。ずっと。で、うちも、その、みんなに言ってる平家のね、岡川陽子さん、ね、今、尾辻陽子さん、その人はうちの本当の母じゃないから、時々陽子ママって言ってて。代理母であるよ、母の母体から生まれたはず。だけど遺伝子上の母じゃない。だから母から離れたら、全然母と違う顔になる。母のそばを追ったら、母だから顔見てんの。それは、その母の方の先祖に、それは稲荷されてるから。遺伝子上の子孫じゃないかね。うちは平家の遺伝子上の子孫じゃないから。だから母のそばにいるときしか、平家系の顔にはならへんの。というわけ。ね。まあ、そういうわけやから、その、遺伝、じゃあ、間違えた。表示されてなかった場合、しっかりと使えるはずやからね。
ここ使えないとその人類の本当の優れたとかってね、創造性とかね、とそれとかまあ何か作る時とか、いつでも同じものを作る職人はいるけど、それは表意でもできんの。いなりげんの、それ。音楽家もいつも同じフレーズといなりげんの。な？で、まあ、うちとかも時々いなりげっぽいことはするけど、やっぱりちゃんと考えてるからね。それとね、もう一個は、うちはいなりされてなくてもね、痛いところが、と音があったら、そこは治療上の目的で、そこをわざと当ててくるからねって感じですね。わかる？みんなと案外共通してる痛いとか多分。それは、うちがみんなのオリジナルやから、みんなうちコピーやから、だからうちがマスターじゃないけどママ、マスターママ、マスターママや。その説明でいいから、マスターママとかね、ママスターとかね、ん？モスターやっていうのよ、メッシアじゃないよ、うち、モスターや。うち以外の全てをメッシアや、実は。本当だよ、ね。だからうちのことを、うちの本当のその称号、モセヤっていう称号を知ってると、モセヤに近いような言葉使うでしょうけど、ただ、モゾーっていうのがね、英語のめっちゃ有名な一般名詞でしょ。じゃあその、モセヤっていううちの称号を利用してもっても、まあ無理やね、マザーっていう有名な一般名詞があるからね、英語の。でしょ。ね。じゃあ、その、モセヤじゃない。似たような M を使ってごまかすしかないわけ、みんなはね。だから全部嘘やけど、うちもアルママリアオメガっていう、そういう名前はあるよ。アーマーはっていうの。でもなんか、あ、そうやったかな。あんまり覚えてんけど、カバラって、売って、カタカナのつもりで売って、で、入力するときに、まあ、変換したら、AMW って出てくることあるんちゃうかな。やってみてみ。カバラって売って変換、ボタンを押したら AMW ってなるときがあるんちゃう？ね。じゃあ何かって言ったら、うちの体の利用法でしょ？皆さんにとっては。だからうちそういつでもパーンって弾けるよ。でしょ？カバラでどうやってうちを利用してきたとしても、パーンパーンパーンって弾いちゃうでしょ？ね。まあそれはいいでしょ？別にうちの体の健康のために。うちの体が健康やったらみんなも健康やねん。うちをせき止めて勝手に利用するから、他の人をどころか、利用してる人も不健康になる。な。だから時々、パンポンポンってやってもらったら、利用してるやつも悪いやつも楽にならせん。な。そこで我慢踏ん張りしすぎたら、触手するから気をつけやって言ってるの。ね。うちが、その、こうやってね、その、予言に対してケアするような内容。宗教に対して、ちゃんとその、解決、改善命令というか、まあ、解決、求めるような内容をするときは、それは、昔の記憶がいるから、あんまりここ使ってないけど。でも実際うちが創作活動に入ったら、ここうちめっちゃ使うからね。当たり前でしょ。ちょっと酔っ払ってるけどね。ティーチャーっていうスコッチをね、飲んだからね。そうだともうむちゃくちゃになるの。今。だから、お酒飲むんだ、実は。お酒飲む。お酒飲まんかったら、鎮静化せえん場合があるの。よう分からんやなけど、蒸留酒の場合はむしろ鎮静作用があります。発酵し、醸造酒の場合は、高揚作用があるけどね。そんな、お酒飲むし、なぜ。だから、蒸留酒を飲んで、ちょっとクッと抑えるわけ。何で飲んだかってことについては、また、後ほど発表するけど、とりあえず今の発表は、山中キメラ研究所。のスタート。だから山中伸弥教授に予算が降ります。絶対に降りる。日本国が出さんでも、絶対どっかの国は出します。なぜなら、ヨハネ黙示録の666が獣。その、要するに666に該当する人。高校、ご自身の心、うちの心だけど、前途有的な生き方してない人。要するにフリーメイソンじゃない人。要するにまあ職人じゃない人。実際の。まあ、全然使えてない。想像できないことできない。習ったことしかできないと、ここは弱いの。ね。暗記型もここ弱いの。そういう人たちが、獣になるってことね。なんでかと。ここ空いてたらあかんから、皆さんの場合もね。ここがなくてもいい生き物になるってこと。これが、まず第一の
獣人ってことな。他にも、大して使わない人ね。ね。もう、例えばこればっか、こればっかりの人とかね。こればっかりの人とか、こればっかりの人とか、こればっかりの人とか、こればっかりの人はね。それでいいような体つきになるから。で、その、これのね、これのキャリア。ね。これのキャリア。わかりにくいね。こんなのキャリアとか、こんなの、わかりにくい。やってて、カタ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 。こんなのキャリア。こんなのキャリアとか、ね。こんなのキャリアとか、こんなのキャリアとかな。それに、その長さに見合った、硬さっていうか、もう戻れなさで、人類じゃなくなると。で、それをね、まあ、長期的に見たらなるんです。絶対に。そうやって私たちは進化もし、退化もしてきてんけど、ただ、じゃあなんで急ぐんですか、山中教授にそんな。急がし、みんなを一気にキメラにするなんて言って。急がんでいいやんってうちも思ったけど、急がんかったうちの身の安全が保たれんかったから、だから山中教授は急いでたわけ。焦ってたわけ。マッドサイエンティストの目になるのは、そんなしていいんかよと思いながら、アマを守らなみんな即死やから。だから、急いでない。で、安倍さんも、もうちょっと待ってって言ってるだけ。お辻山さんの考え方はまだ山中キメラ研究所じゃないからって言ったって。でも、今、たった今、じゃあちょっと前か。そのティーチャーという、スコッチウイスキーを飲む直前にある出来事があって、それが原因で山中キメラ研究所スタートって命令したわけ。じゃあ、よろしくお願いいたします。